なんすか。ウィース悪いね、呼び出しちゃって。ごめんごめんごめん、ありがとう来てくれて。いやさ、はい、ほらあの体育の授業あるじゃない。体育、はあ、はい、大学でもあるんですね。大学であるよ、うん、で確か明日体育の授業でさ、はい、で私たちあの体育とかでね、ちょっと、はい、まあ、自分たちでもなんだけど、はい、オタクだみたいなキモいっつってさ、なんか笑われたりするの嫌だからさ、バカにされたくないんだよ。なんかこう、まあ、一般の人の感覚に近い、はい、あの君1年生の別所君だっけ、うん、にやっぱ見てほしいんだよね。ああ、そうなんすね。え、うん、2年生って体育ありましたっけ。うん、去年落としたんだよ。ああ、そうですね。だから今年、うん、今年こそだね。でも、あともう笑われたくないからさ、やっぱ。ああ、笑われ。全然、なんか、まあ、運動神経がちょっとあれっすか。まあまあ、運動神経とかさ、まあまあ、なんか悪い、ね。でもなんか別にそんなことないと思うんだけどさ、結局、やっぱなんかそう、おたさのやつだってことでね、なんか代々言われるんだよ。それは良くないですね。だから、別に馬鹿にされることになるからね、そんな。ああ、それは良くないですね。私たちもそのためにね、あの、しっかりちょっと。まあ、ちょっと走り方とか変だったりするんですかね。まあまあ、その運動が得意ってことではないけどさ、でも別に人の目にはできるから。わかりました。うん、はい、あ、じゃあちょっと見てて、ちょっと軽くあっちからさ、はい、バーッて走ってくるから。あ、分かりました。まあでも普通のことしか言えないっすよ、俺は。普通のことしか言えないっすよ。はい、それでもいいんだったら全然。よし、じゃあ行きますよ。よーい、ドン。はい、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 うっ、こ、こ、よかった。はい、はい、やっぱ遅いか、やっぱそうだよね。あ、あの、すいません、ちょっとやっぱスピードがあれか、やっぱ。なんすか、な、なんすか、ごめんなさい。なんすか、何が、何が、はい、はい、え、どうだった、な、な、なんすか。え、だから走りどうだった。え、キモかったっす。やっぱ、いやいや、そういうんじゃなくて、そういうんじゃなくて。あ、ちょっと、ちょっと待って、ちょっと待って、そう、あ、違う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 、なんだ今の。え、ちゃんと走ってますよね。ちゃんと走ってますよね。いきますよ。よーい、ドン。え、きょ、あの、すみません。その、いや、ちょっと今、でもさっきよりは、あの、いや、あの、ごめんなさい。スピード動向はどうでもいいんですよ。スピード大事だよ。いや、まあ、大事、いや、大事は大事ですけど、スピード動向はどうでもいいんですよ。なんすか、あの走り方。ん？なんすか、あのナルトみたいな走り方。ああ、え、ここ走り方のこと、うん、はい、走る走り、うん、いや、ナルト走り、いや、ナルト走りするのやめてください。いや、その、それですよ、笑われてんの。いや、違う、はい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 。え、あ、これのこと言ってるの。いや、でもそれはマジで違う。はい、これ一番速いのよ。そんなわけねえだろ。スピードに、あの、空気抵抗を減らして、空気抵抗とか考えんな。スピードがこう乗るのよ。あのね、はい、あのね、そう、理論的に、絶対ね、はいはい、こっちの方が、ナルトでもやった通り、ピュンって風が吹くの。あのね、分かってない、君は。理論で言えば、じゃあなんで、じゃあオリンピックでこの走り方見ないんですか。あ、これは、ね、これは多分、禁止されてる、禁止されてる。早すぎて。いや、そんな聞いたことないですよ、絶対に。早くなりすぎてるから、ね、オリンピックの、その、陸上のルールとか、詳しい人いないじゃん。じゃあオリンピックじゃなくてもいいっすわ、別に。陸上で見ないじゃないですか。だから禁止されてるんでしょうね。でもほら、ここは学校だからさ、ね、競技ではないから、禁止されてないから。いや、そう、速くないですよ、絶対。普通に走った方が早いです。いや、絶対に腕振って。いや、あの、うん、そうだ、腕振ってる走るってのは、はい、なんかその、一見ね、これがスタンダードに見えるけど、はい、これって実は、その、無駄なのよ。そう。でも、これって、一番無駄じゃん。空気にぶつかってるからね、腕がこうやって。一番無駄って。で、こうなることによって、そう。そう。で、これが一応進化を期するのは、さっき言ったように横並びの良いドンじゃないのよ。はい。これ進化を期するのは、見てて。本当はこうよ。前の空気抵抗ね。そう、これをこう、避けて、これが一度進化発揮するの。どこへ行こう、行こう、行こう、何やってんすか。ほら、飛行機もさ、速いじゃん。それと同じ理論。バカみてえな理論。バカみてえな。バカみてえな。これっていうのは。それどうでもいいんだよ。はい、だから、どこそう直したらいいかって聞いてる。だから、走り方だって。だから、それは。じゃあ、わかりました、わかりました。じゃあもう。最悪もそれでいいっすよ。じゃあ、多分ね、その体育で走るとかあんまないじゃないですか。ああ言っても。まあまあ、バスケとかあるじゃないですか。ああ、ね、バスケどうやるんですか。バスケはもうね。バスケ。多分ね。だからそこまで私たちも、はいはい。球技下手とかじゃないから。あ、そうですよね。はいはい。じゃあ、ボール持ってます。はい、エアバスケするね。はい。バス。はい。キモ、めんどくさ。はい。絶対もうボール取れてねえじゃん。ボール取れてねえじゃん。なあ。どこでボール取ったんだよ今。なあ。
ドリブル全然しないし。ドリブルできない。ドリブルはバスケドリブルあんましない方がいいよ。そのいかに走ってボール取るからから。バスケで。その手が合ってないんですよ。ボール取るまでの。じゃあサッカーはサッカー。サッカーなんて。サッカー。運動できるかな。そう球技はできるかな俺言っとくけど。球技できるですね。ボールありますと。はい。一気もあずっとなんだ。サッカーずっとサッカーずっとなんだ。ちょっと何やってんすかマジで何やってんすか。いや言いにかなってんじゃん。ほら手につかないじゃんサッカーは。サッカーずっとなならずっと早い。一番言いにかなってんじゃん。見たことある。だから禁止されてんの。されてねえよ。競技で禁止されてねえよ。一応忍者ってじゃあ待って禁止されてんだったらやんなよな。ナルト橋でアマチュアじゃん。そう競技じゃないじゃん。普通にそうアマチュアだから私たちちょっと男の子なんだからちょっとさ大学生とは体育のいいとこ見せたいじゃん。かっこいいと思ってます。いやかっこいい。ナルト走りダサいっすよマジで。かっこ悪いっすよナルト走りってか。ごめん忍者走り、ね、どっちでもいいっすけど。じゃあ忍者走り。さっきからずっとナルトって言うの。ナルト走り。はいはい。自分じゃあそのナルトになんか影響されてるのさ。俺は忍者走りだから。あ忍者走り。ナルトそう疲労も本当に軽減されるから、はいはい、そういや全然じゃん。こうやって腕のね力を使わないから。いやこれ肩しんどいだろ。肩しんどいし腰しんどいだろな。いや分かってない。全然じゃん。だからこれが本来の、はい、走りだったらもう私たちぶっ倒れてる。いやマラソンだったらどうなんですか。あマラソンなのか。マラソン10キロマラソンとか。10キロマラソン、はい、はい、キモい。なんでなんで遅くても。だってさっきスピードを追求とか言ってたじゃん。田辺さん状態高いっすよ。じゃあ何やってんなあ前見えてねえじゃんなあ。はいゴール。おい。はいこれで10キロ完走間違いない。ねえねえねえ。なあそんなナルト走り出家あんた。これナルト走りじゃなかったら俺ぶたれてる。忍者走りね。どっちでもいいっすけど。いやそれでいいんだったらいいっすけど恥はかきますよ。なんだって。笑われる。ぜいぜいじゃん。それでいいけど、それでいいっすけど、うん、いい笑われますよ。うるさい、ねね、笑われるね、はい、でもそれがかっこいいと思ってるんですよね。かっこいいじゃん。だって芸にかっこいいじゃん。かっこいいなんだもう。かっこいいし、もう認めたね。そうだ、認めたね。かっこいいってか、さっきまでのスピード追求とかもう嘘ね。かっこいいと思ってるだけで。いやーてか、はは誰客観的に見たことある。このナルト走り。あるよ。めっちゃある。ナルトとかさ、ネジとかさ、やっちゃおうからね。しかも、ピカラビタ。じゃあ、じゃあ、わかりました。わかりました。田辺さん、ここ立ってて。うん、中さんが走るの見て。おーいい。はい。それでどう思うかよ、もう。いや、別にそれでどうこうなんないけどね。はい、よーい、ドン。はい、じゃあ、次、田辺さん。中さん、見といて。おはい。はいよ。よーい、ドン。どうします、体育。普通に走る。うん。ああ、あんま信念とかないんですね。いや、あの今回は、はい。じゃあ顔に免じてるとこあるわ。はい。正直。はいはい。顔に免じてるとこあるわ。はい。君も。一瞬出るからね、はい、じゃあもうちゃんと走った方がいいっすよね、まあ、まあじゃあちゃんとちゃんと走る、ね、ちゃんと走る。じゃあそうだね。じゃあ最後ちゃんと走りましょう。ちゃんと走ろう、ね、ちょっと待ってね。よし気合入れてちゃんと。はい。よし OK。 いきますよ。ああよーいドン。はい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 。何やってるんですか。ちゃんとちゃんと腕振って。腕振ってるよほら。違う。な、何やってん。ちょ、止まって。気持ち悪い。何やってんすか。何やってんすか。ずるむけてる。何やってんすか。癖になってるみたいだ。何やってんすか。これ癖になってるみたいだ。これやめようと思ってもやめらんない。ナルト走りするの。ナルト走り。忍者走りね。なんだよほら。癖になってるみたいだ。ダメだ。普通に走ろうとしても。はい。あ難儀な体。あ難儀。ダメだ。まあ笑われますね。まあいいよ。また今年も現れるんだったらさ。はい。まあ去年はね。必修ですからね体育。うんまあ。
さすがに今年君もいるでしょ。うん、はい、あ、俺普通に走りますよ。二人で心折れちゃったけど、三人だったら、ね、いや、俺友達いますよ。ちょうどスリーマンセルの質で。あ、いいね、いいね、いいね。俺の同級生の友達。あ、じゃあその子もじゃあ。高橋先生にして。フォーマンセルで。フォーマンセルで行こう。行こう。今日歯汚ねえな。わかりました。よし、じゃあ、そうと決まれば、練習しましょう。何の？走りの。だからもういいだろ。アドバイスちょうだい、全部ちょうだい。だから。言ったやつ何だっけ？腕振れ。腕振れ、はい。腕振って、あとはまあ、顔を上げろ。顔色、オッケー、はい、よし、やろう。あ、よーい、ドン。気持ち悪い。気持ち悪い。腕、あ、タヤさん、ふざけてんね。あ、ふざけてるね。あ、ふざけ、あ、怖い。気持ち悪い。あ、気持ち悪い。あ、囲われた。囲われた。やばい。囲われた。なんだこれ。魔法カード発動。強制チャンネル登録。ライフポイント4000払い。チャンネル登録をさせる。